どうも、タバタブラザーです。有野由です。本日はですね、夏の甲子園大会、全日程終了しましたあ、すみません。えっ、ー、と前回ね、このお家で撮影しているところは合成と言われたので、ちょっとあのカーテン開けさせてもらいます。 えー、これでカーテンが開きましたので合成ではないですはい動いてます僕がこれ大阪の第2の家ということで、えー、大阪来る際撮影大阪で撮影する際とかは使用させていただいてるんですけども今回はですねタバタブラザーズが選ぶ U18 高校ジャパーン <laughs> はい皆さん始まりました U18 高校ジャパンということで、えー、一応ねこの動画始まる前に皆様にお伝えしたいんですけども、えー、タバタブラザーズ兄の y o U18 ジャパンですはい、えー、申し訳ないですけどあの僕自分の世代の U18 の高校ジャパンに選んでいただいてましてはいあのー、まあそんな大したことないんですよ大したことない成績で、えー、大谷選手藤浪選手2年生ながら森友哉選手が選ばれてさあジャパン行って韓国アメリカ倒しに行くぞって言って皆さん 何やったと思いますあの世界の大谷翔平選手がいてながら実は日本6位やったんですよ。えー、とまさかの6位ということでえー、本当にねその日本では無双できてもやっぱりこの世界の野球、えー、世界のレベルっていうのは僕が体験した中で異質ですね。はい今までとやっっぱ違った 野球経験というかかなんかまあ日本の野球が通用する部分もありながら全く通用しない部分もあるっていうそういうなんかねこの難しさも兼ね備えたっていうのが高校ジャパンなんですけどもえ今回はですね、えー、そんなジャパンを経験した僕が選出する、えー、U18 高校ジャパンを皆様に紹介したいなと思います。 はいまあ、これはね、えーと、僕、昨日かな、ベストナインの動画出させていただいて、一応、そのベストナインの動画を元にして、今回も選んでますね、やっぱり、でもちょっとね、やっぱ U‐18 ジャパンは変わるし、えー、とピッチャーも僕、2年生の西村投手選んでたんだけど、基本的にやっぱりこの U‐18 高校ジャパンっていうのは、 3年生から選びます、まあ、これはなぜかというと今もう新チーム秋の大会っていうのはあのもう始まってますから2年生をねやっぱり僕らの時森選手選んでたけど2年生選んじゃうとやっぱり新チームにこのね遅れが出てしまうんですよねで u 1 8ジャパンっていうのは日程がすごいしんどくてもうねだから今京都国際の中崎投手とかももうすでにジャパン練習合流してるんですけど。 次の日とかやったんかなあのねちょっと休めとかないんですよもうすぐジャパンの練習に合流みたいな過密日程なんで甲子園上に行けば行くほどほんまにしんどいんですよだから、えー、関東一高京都国際この2チームの選手っていうのは疲労度マックスやと思いますまあだからそういうのも踏まえてえっ、ー、と高校ジャパン選んでいきたいなと思います人数がやっぱり高校ジャパンなんで18人選手かなねえ 多くなってしまいますから一人一人の説明っていうのは簡潔にやらせていただきますじゃあタバタブラザーズが選ぶ U18 高校ジャパンピッチャー青森山田の関投手鶴岡東の桜井投手東海大相模の藤田投手大阪桐蔭の平島投手 この4名を選出したいなと思いますおめでとうございます右投げから2人左投げから2人選びましただから関投手とは結構触れてるからとまあ先発の軸となるのはやっぱり関藤田平島投手やと思いますね関投手はやっぱり抜群の安定感ですねうん まあ立ち上がりこそ不安あるものの、えー、先発さしたらほとんど崩れた試合を僕は予選から見たことがないし、えー、春から夏へ向けての明らかに成長してるで、えー、と僕カットボールが通用すると思います世界でそれをちょっとやっぱ見てみたいなと思いますでもほんまのタバトブラザーズ選んでんだけどマジの高校ジャパンでは選ばれてないんですよねこの投手っていうのはそれがちょっと疑問ですねうんなんで選ばれてへんのかなっていうはい 続きまして、えー、鶴岡東の桜井投手ですね、うん。やっぱり今年の高校野球を象徴するようなピッチャーの中で、えー、一番まあ、あのー、安定、3年生で安定してたかなっていう感じかな。ほんまに選びたかったんは、それこそ京都国際の西村投手、あの右バッターのクロスファイヤーがえぐいピッチャーを選びたかったんですよね、うん。中崎投手も角度ついていいんだけど、やっぱり俺は西村投手のあそこのなんかこう、 インコースのキレの良さっていうかね、うん、中崎投手もいいんですけどねちょっと迷,迷いましたそれはインコースに投げ切れるピッチャーっていうのが世界で通用しますこれはやっぱり全員木星バットっていう統一なんですけどバチバチバット折れますからね、うん、これをやっぱ僕は世界で経験してきてるから左ピッチャーっていうのはやっぱそこが条件になってくるんで。 まあ鶴岡東のこの安定感のピッチャーあれば、インコースのまっすぐと、右バッターへの外のチェンジアップみたいなね、そこの僕は安定感、もしくは僕は鶴岡東の,このピッチャーはワンポイントで使用してほしいなって思いながら、選出しました。東海大相模の藤田選手と平島選手は、本当に僕はあの通用するピッチャー、藤田選手でいうと、ナックルカーブとかね。 ま、えー、っすぐのまっすぐはね水谷投手もしかしたら通用せんかもしれないね災害や火災からあなたを守る消防設備私たちにお任せください日々の点検は安全への第一歩日本やったらめちゃくちゃいいまっすぐ投げてるけど。 結構ね、そのまっすぐのパワーピッチャーっていうのは、世界が強いんですよね、そこをだから、僕は、藤田投手はナックルカーブに期待してます、大阪桐蔭の平島投手ですね、なんで選ばれてへんのかなっていうぐらいやし、あと大阪桐蔭内でも投げてなかったんが、ほんまに疑問でしかないんですけど、僕は間違いなくこの世代のポテンシャルっていうのは上位、えー、右ピッチャーでいうと、僕は関投手と並ぶ、もしくは関投手より俺は上やと。 評価してるのででなんかえー、っと僕はやっぱ速い系のカットボールと、えー、フォークボールこれ平島投手ね2つの球種操ってるんですけどこのピットを球っていうのは俺はやっぱ世界でも通用すると思うのでそこはねやっぱ平島投手を。 選びたいいなと思います別に俺はこれは大阪桐蔭出身やから選んでるとかいうわけじゃなくて皆さんもね多分熱量を聞いていただいたわかると思うんですけどガチ選出ですからはい大阪桐蔭何のあれもないですよはい僕 B 評価してますからねチーム自体ははいというわけで、えー、ピッチャー終わりましたちょっと長なりますね続き,続きましてタバタブラザーズが選ぶ高校ジャパンキャッチャー 県大高崎の箱山選手中京大中京の杉浦選手この2選手から選びたいなと思います、はい、えー、っと僕はどちらかといえば箱山選手素晴らしい選手でね、えー、ベストナインにもまあ2番手として選びましたがジャパンでも俺はちょっと2番手にしたいなと1番手はやっぱ中京大中京の杉浦選手を出してほしいなと思います 実際、高校ジャパンに選ばれたのは、箱山選手と、関東第一のキャッチャー、熊谷選手かな、この2選手が選ばれたんだけど、僕はやっぱり、バッティングフォームとか、杉浦選手のその右バッターのね構えの感じとか、ね箱山選手より上位に取れるんじゃないかなって思ったりもします。ででも箱山選手間違いなくいいなくキャャッチャーですしえーと本当にこの2人 っていうのは結構ねキャッチャーとしてのレベルはかなり高いんじゃないかという評価してますまあピッチャーの相性であったりだとか何かこう打順の兼ね合いだったり調子のいい方を使ってほしいかな続きましてタバタブラザーズが選ぶ高校ジャパン内野手青森山田吉川選手早稲田宇野選手花咲徳春石塚選手青森山田原田選手健大高崎田中選手です まあ一応、あのー、分かりやすいようにみんな,みんな甲子園出てる選手から選びました青森山田の吉川選手原田選手はベストナインでも選んでました特徴としては全員ショート守,れ、ま、守ってますはいなのでこの全員ショートの中から、えー、いろんなね兼ね合いで選んでいきたいんですけどまああのー、木のバットをもともと打ってる宇野選手と、えー、吉川選手この2選手っていうのは俺はレギュラーで えー、固定してもいいんではないかなっていうあだから残りの1枠を石塚選手と田中選手で争うっていう感じですかねなんかほんまに、ね、僕の好き嫌い出てるかもしれないですけど右バッターばっかり選んでますね、うん、これたまたまなんですよほんまにたまたまなんやけどこの後の外野見てもらったら分かるから大丈夫です外野で帳尻合わせてるんでいやーまあジャパンにふさわしいメンバーかなと思いますね 県大高崎の田中選手も田中選手と高山選手っていってて田中選手は県大高崎の1番バッターなんですよで高山選手っていうのは結構今回多分ジャパン選ばれてるんですけど俺はねなんか普通に田中選手の方が上やと思ってんねんけどなんか高高山選手が評価高いんですよね絶対田中選手やけどな明らかにバットスイング打率田中選手やけどな <laughs> どう考えてもって思うんですけどなぜか高山選手が選,、まあ、選ばれたことはすごいことやねんねいろんな兼ね合いあったと思うねんけど僕はやっぱ剣田高崎からは田中選手とこれずっと言ってるんで選びたいなと思います続きまして田端ブラザーズが選ぶ高校ジャパン外野手大阪桐蔭の3人徳丸酒井吉田選手です なんかね、これ別に大阪桐蔭が好きやから母校やからとか言ってるわけじゃなくてやっぱりね世代トップです1人入れるなら、えっと、4人にしていいんやったら僕はもうね2年生ながら東海大相模の中村選手を選びますもうこれはねほんまにめちゃくちゃ考えてうーんやっぱりちょっと自分に嘘つけないっていうやっぱり世代トップですねこの4人っていうかまあ中村選手は2年生ながらこ,この 僕がエグいと思ってるレベルに並んでるっていうのはすごいんやけどまあだからガチで選出すると、えっと、徳丸酒井相模の中村選手ですねこの3人,3人って言われたら俺はこれを選ぶ吉田選手はちょっとお休みいただくっていう感じかなガチは3人ですわ、まあ、これが僕がね本当に見てきたレベルの高い選手たち外野陣でいうとこの選手はほんまに外さへんと思うわ まあちょっとベストナインと少し違うし吉田選手入れて酒井選手外したりとかねえこれはやっぱりその予選から見てきてますから大阪桐蔭も相模もねえその結果を見て判断しましたえ中村選手の強みで言うとやっぱパワーピッチャーに力負けしてないっていうところが僕はかなり高い評価してますで徳丸選手はねあのどんなピッチャー来ても対応できそう酒井選手はどちらかというと穴が,穴が多いんですけどえっと やっぱりスケールの大きい選手ですから、うーん、なんかまあ、あのー、最悪ピッチャーもできますしね。うん、っていうところに僕はやっぱ凄みを感じてるし、うんまあ、チーム内で酒井選手がこれ多分一番足早いっていう選手になってしまうぐらいの、えー、ポテンシャル秘めてるから、1番バッターで酒、ね、井選手出てきたらめちゃくちゃ怖いですよね。っていうぐらいのこの外野陣、全員左バッターですけども、僕は自信を持って、選手したいなと思います。 はい、というわけで U18 高校ジャパンタバタブラザーズ選ばせていただきました皆様の高校ジャパンも選んでください実際の高校ジャパンもう選ばれてもう今練習してるんですけど来年かから俺選出しようか何の忖度かねこれは違うやろっていう選出がやっぱり僕から見てもありましたまあその ね、僕はちょっと今偏って、まあ、皆さん分かりやすいような選手たちから選んでるっていうのもあるんだけどでもまあある程度さその理にかなってるというか根拠はあるわけやんかなんか選んでる選手あれこの選手の根拠はって聞きたくなってしまううんそれはなんかそのね優勝チームから選ばないと優勝チームの顔が立たないとかなんかいろいろ兼ね合いはあんねんベスト4チームから選ぶ優勝準優勝チームから選ばないといけないみたいな絶対あると思うんすよ それ加味してもさもうちょいあったやろって思いますねある程度はレベルの高い選手で今年はねやっぱり僕はレベルで言うとどんぐりの背比べやと思ってるから突き抜けた選手っていうのはあのー、自分が見ててもなかなかねいないと思うんでどんな選手としてもいいとは思うんだけどもうちょっとあったやろってそれはちょっと苦言を呈したいなと思います、はいえー、タバタブラザーズ高校ジャパンいいなと思った方はグッドボタン 視聴者のみんなが選ぶ U18 高校ジャパンもコメントで教えてください。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ありがとうございました。